入れときました。第2弾先イラハ富城区宜野湾、ここは宜野湾、あの米軍基地があるところですね。はいの博多行きました。もちろん沖縄です。もちろん沖縄です。すごい、あの僕思うんですけど、沖縄のダンプのおっちゃんとかめっちゃ可愛かついです。沖縄暑い、うん、暑いね。いいですね。過去は中学あ、中2やった。1年生って言ってなかった。あ、さっきの元気の小さい子が来てほしかったな。せ、あの子可愛いな。え、ここはちなみに珍しくさ、なんか襟足じゃないから結構珍しい。あ、そうなの。エリアシだ。沖縄イコールエリアシって沖縄思ってしまった。それは間違いない。やっぱでもヤンキーの象徴はエリアシよな。みんな、え、めっちゃ日焼けしてるマジ。でもキジさんやん。まあ、ヤンキーの象徴や。キジさんやん。これはちなみに内地で言うと15年前です。えい。今の今年サンズとか、ニーズ9の人とかが。あ、めっちゃ早いやん。バイクだ。あったあった、知り合い？そもそもないです。そもそもないよね。今あれ、学校行かないの？はい、行かないです。面白いですか？はい。最後行ったんです？左から入って確かに2ヶ月前。給食とかも食べに行かへんの？あ、まず入れないんで。あ、金髪ね。あ、なんかビデオ見てくれてる人ある。あ、何歳ぐらい？あの子めっちゃ好き、俺。じゃ、可愛いやん、あの子。え、こっち来たい？え、可愛い。あ、近いなんだろ、置いてたら、してこい。オッケー。待っといて。帰りの会しないで来る。帰りの会？あ、もうじゃあ、もうそろそろ出てくる。帰りの会ってめっちゃおもろい。あ、ちょっと5時間や。え、みんな、どうなんですか最近は。え、当たり前やんな、もう早起きも楽しみしてくよ。え、めっちゃ可愛いやん。あの子でもめっちゃなんか意外とやんちゃする。可愛いっすよね。可愛い。共通ですね、性格。あの携帯の書いてる女。確かに。これは内地もでしょ。え、内地のさ、沖縄の女の子可愛いよ。可愛い可愛い可愛い、全然。あの可愛いちょっと俺らまた誤解されるけど。いや、コメント欄で書かれようかな。え、最近聞いたけど、え、ひげばあちゃん何歳？110歳。それすごいよな。何食うたら110歳まで生きられるの？だって俺のおじいちゃん80歳で死んでるで、強いて言うなら50歳で死ぬ人もおるから。100歳ってすごいよ。80歳からまだ30年生きてる。平均寿命プラス30歳。やばくない？やばい。え、この変形時に違うやつが良かったんやったっけ？違うやつです。ちょっとミスった。熱い。え、学校は？1年生の最初から行ってない？いや、早く1年生の途中まで YouTube 撮ってるよ。行ったけど、分からん。途中までだけ、途中までだけ、途中までだけ。小学校行ってた？小学校はあんまり、あ、小6の後半が。へぇ、そうだね。いや、それは俺の前。いや、だからそのサンダルやめおぉ、これもう15年前ないっていう。あの子や。え、めっちゃ言うだね、こと知ってるやん。だから、あと長、え、待って、あの、雨降りそうな予感。警察来ちゃった。この人は知ってる。あれあれあれ、豊島、豊島。わー、久しぶり。パトロールのおっちゃんみたいな。こんにちは。あ、ちょっと暑いっすね。はい、
デヨちゃんやん。ユーダイユーダイユーダイって方ユーダイ、こんばんは。こっち何やってるんですか？はい、僕は普通にあの地域密着型の沖縄大好き委員会です。沖縄大好き委員会です。地域を紹介みたいな。全然怪しいもんでもなんでも、はい、待って、ベンチもあるもんいつも通り仕事中っすね。いや、下待ってるんで今。タバコ吸ってないですか？多分吸ってるとしたら僕らっすよ。僕らは二十歳超えてるんで、はい、この子ら吸ってないですよ。だからタバコ吸ったら止めてるっす、僕ら。止めるでしょ、さすがにね。じゃあ終わったもん。雨降ってきた、雨降ってきた、雨降ってきた。雨降ってきた。あ、ちょっと沖縄本気出してる。兄さん、ほんと褒めます。ね、褒めてあげて、ほんと5万円って。あ、でも一瞬でパッてスルーする。あ、てこれ大粒やん、絶対。あ、てこれ超大粒じゃん、これ。いや、僕もそうだね。さっきまでめっちゃ晴れとったのにな。え、この右の人はあれでもなんかパトロールの人みたいな感じで。ちょっと今日からお友達で。あ、お友達契約。あ、何かあるの？なんか沖縄ってさ、こういうなんか屋根の泊まり場みたいな多い。多い。いや、でも公園が一番多いです。あ、そうだね。アメリカクォーター？アメリカクォーター？しめんな。え、じゃあ名前とかはじゃあなんとかセライセリーナみたいな。あ、いや、まあ、それは普通。あの、親がちょっとパンク。へぇ、沖縄乗り良すぎて好き。沖縄の名字とかだって名字とかも特殊な名字多いんだ。ウェーバル。え、ウェーバル。はい、ウェーバル。ウェーバル同じこと。でも出てこない。え、すごいもん。どういう字？俺、上バルスって聞こえて。餃子です。え？餃子。はぁ？餃子？餃子？餃子？何だ？珍しいな。レッド来たよ、お前。レッド来るよ。いや、待て。しますよ、俺。なんか怒ってる。え、アメリカのハーフ？ハーフ意外とおらんやん。え、石垣。石垣のハーフ？西表島。いや、ハーフって同じやけどな、沖縄は。確かに。誰か宮古島とか親戚おらへんの？宮古島。ちょっと遠いな、宮古島な。宮古島行ったことある人？宮古島行ったことある人？沖縄から行ったことある。うん、そうなんや。俺全国回ってるよ、もう。一緒に回ろうかな。一緒に回ろうかな。一緒に回ろうかな。静岡行ったなら行ったことある。なんで？なんかその、いとこ静岡に住んでて、さあ行ってみたいな。沖縄の人？いとこ北海道はない？あ、また？何？ねえ、やんちゃん、やんちゃん、やんちゃす、やんちゃす。かわいい。でも礼儀正しい、めっちゃお久しぶりです。はい、引き連れてます。マンチがやすく、はい、じゃあこれ子バリ元気。よろしいよ、よろしいよ。あ、あんまり、あ、財布だけは取らんといてくださいね。お取り放題です。手癖悪いよ。しかも一回関西帰ってもたらもうまたもう一回来なあかんぐらいの。ふかします。ええ、バンバンバンバーバーバーバン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 もうだいぶ集まったんじゃない？こっち入れる？無理や。じゃあな、ここに止めればいいさ。え、みんな、え、あれは学校来てない組か、言うたら。
あっちは。あのアメリカ入ってる人。入ってないんや。一人だけ？意外と。え、周りおらへんの？おるんや。いけ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 。タクシーだか、ワクシーだぞ。ウェーイ。じゃあ、じゃあ、言うだ。ゆうだ、俺よ。ゆうだ、やめて。全国かかってこい。全国かかってこい。私やってるからよ、警察は。全国の中でトンパチやりたい。うわー、大阪。大阪。あんなのゴミよって言う。あんなのゴミ。変わるしない。川に沈めんの大丈夫か。結構大阪川多いぞ。ちかわいいや。でも多分エンタメってみんなわかると思う。え、小学校の学校行ってた。あんま行ってない。この頃はあんま行ってないですね。あ、そうなの。中学相手が行くようになった。はい、はい、こっち全然内地っぽくておもろいな、逆に。え、今彼氏彼女おる人。あ、ね、ソラはリコ、リコ。え、彼女おらんの。いないっすね。彼女なりますよ、僕の。付き合うか、俺と。あ、付き合え、待って、携帯の後ろ何それ。なんかめっちゃやんちゃな感じあるよ、それ。いや、じゃないっすよ。じゃないっすよ。これ何ですか、それは。お父さんの友達、あ、後輩の、まあ、仕事の、ね、まあ、いろいろあるよね。はい、いろいろと。それ何ですか。これは、もう、1ヶ月経っても手に入れられない、診察です。診察、え、それ、ちなみに誰なの、診察の人物。メガネ小太郎です。え、それ、これ何を成し遂げた人か分かる。北里、北里柴三郎。海賊船で戦ったメガネ小太郎。え、これ、マジ、これ使えるかな。使えるし、あんまり使えないだろ。いや、なんかたまにあるけどな、新旧札使えます。え、これ、俺千札初めて見た。ちょっと交換してほしいぐらいや。あ、5000円と1000円交換してほしい。めんどくさい。くしょ。あ、返そう。中3ですか。え、かかずおしゃれじゃない。おしゃれやな。え、ナイチやん。ナイチっぽいな、確かに。え、みんなナイチ嫌い。沖縄のいいとこ教えてや。やっぱみんな気合入ってるっすね。あ、まず。え、その、え、ナイスは全然違う。あ、もうチャコっすね。え、でも大丈夫、どんだけ言っても多分喧嘩売られへん。そう、遠いから、ね。え、でも、いや、もうエンタメはそう。うん、ヤギやん。え、ヤギやん。これは沖縄の日常です。日常。いや、あと沖縄すっごい雷なんです。ええええええ。よそもんが今、我が物川でおるから怒ってるわ今。なあ、おっちゃん、ヤギ抱かしてや。おっちゃん、ヤギそう。マジヤギ語やん。ヤギ触れる人。絶対無理、絶対無理、絶対無理。おっちゃん、ヤギかわいいっすか。みーじゃあ、あれ、すごい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 、網越しで触ってみ。え、ヤギ触ったことある。ない。ないんや。初体験や。いけ。入ろうか。はい。ちょっと怖いね。やっぱ気合いっしょ。気合い。いや、おもろい。おっちゃんバリノリやん。えー、えー、えー、え、次何位。1位でしょ。1位でしょ。人数もやばいっすよね。先1位じゃん、言うこと。いや、1位で人数も出るのはどっかいる。あ、上の砂合わせたらそれは確定です。あ、そうなんや。それは確定ですもんね。マシクよりもかかる。何も余裕で。これは確定です。やばいっすもんね。上の数でもだいぶ参考になるよね。だから僕、昨日はやったら何位。もう1位っすね。あ、1位だろ。じゃあ取ろう。1位取ろう。1位。昨日はね、取ろう。ありがとう。ありがとうございました。
あの今日分かったことお楽しみに。あのこの先生あんまり機能してます。先生大変頑張れよ。まあまあそれが日常やからね沖縄の。けど沖縄でもおとなしい子はいるという話です。うん、ありがとう。バイバイ。バイバイ。え？行こう。ありがとう。バイバイ。